8月16日、2024年元 GP 第11戦オーストリア GP 元 GP クラス初日のセッションがレッドブルリンクで行われた。中上隆明、LCR 本題デミツはプラクティスを22番手で終えている。写真、中上隆明、本題デミツ LCR2024 元 GP 第11戦オーストリア GP 初日。直近2戦の決勝レースにおいて、 連続でポイントを獲得している中上は、今大会もポイント獲得を目標に初日から入念に準備を進めていた。午前のフリー走行1回目では、ソフト、ミディアムに加えて終盤にはフロントタイヤのみミディアムタイヤを新品に履き替え、計3本のタイヤを使用。終盤頃に1分30秒839をマークするも、以降はタイムが伸び悩んだ。ホンダ勢のジョアン・ミル、レプソル・ホンダチーム、 とヨハンザルコ、カストロールホンダ LCR がトップから1秒以内に入れているのに対し、中上はトップから1.185秒差。19番手で終える結果となった。続く午後のプラクティスでは、序盤から自己ベストを一気に更新する1分30秒662をマークする。以降も計6本の新品タイヤを使用してタイムアップを図るものの、ラップタイムキャンセルもあり、 終盤まで自己ベストを更新できていない状態だった。最終盤にラストアタックに臨むと、自己ベストを0.241秒更新することに成功。しかし、最終的に1分30秒421の22番手という結果となった。このセッションにおけるトップスピードを見ても、全体の2番目に遅い 306.3km 毎時しか出ておらず、 依然としてマシンのポテンシャルも厳しい状況にあることが伺える。今大会はホンダのフル参戦ライダー4名に新しい共通アイテムが投入されており、マシンの開発を進めているという。中上は課題としているフロントにおけるフィーリングの欠如が解消せず、初日は厳しい状況となった。しかし、今大会も現状況での最善を尽くせるように引き続きハードワークに取り組み、 土曜日の予選とスプリントに向けて準備を進めていく。LCR 本題デミツ、中上高明、FP1 時19分番手、プラクティス22番手。午前も午後も苦労し、タフな1日でした。思うようにマシンを止めることができませんでした。現時点でフロントタイヤのフィーリングが問題になっています。なので、 今日はミスをしないことと情報収集に重点を置いてライディングしました。明日は何ができるかを見ていきたいと思います。